今ね、ギルドのフェティエオンの火種っていう、これ欲しいんだけど、チャージってするとお金が取られるのかもしれない。ギルド管理に等級以上の、ああそうなの、じゃあ俺どうやったら手に入んのこれ管理人等級以上のメンバーができる。わー。で、や、何でも溶かせる。補給可能最大数5個。ああ。初期化残り4日、あと4日で、よくわかんない。補給金額4。あ、そっか。じゃあ、こいつが使いたいにしても、ギルドマスターでないとダメなのかな？こいつがギルドのリーダーなので、ギルドの補給所で、これか。これチャージできるの俺だけなんだ。2万。あ、ギルド金貨は俺がお金入れてあるからギルド金貨を使って、4万。それぐらい作っとこうか。はい。で、15万になったから、ギルドに、お金を寄付しないとな。2万6000、いえいえ、もっともっと。これで11万3000、これぐらい。14万。寄付しました。すると、あ、さっきの1万5000が、違うか、27万が、15万だったのか、27万になった。あ、寄付したお金と同じぐらいの金がここに入るんだ。わかった。あ、もう、エピックしかない。これか。お？あ、まだチャージできるね。これ使って、じゃあとちょっとチャージしとこうか。3つぐらい。いや、必要な時にチャージすればいいか。言ってもらえば俺がチャージして、用意すればいいと。そういうことでいいんだ。両替。両替姉ちゃん。これが青いスターシード。もらえるので。毎日必ずやんなきゃダメだよ。さてと、今ね、ギルドの管理人に、補給所、フェティオンのレア、これを、貢献度貢献度必要なの？貢献度いくつだったら、あー、貢献って結局お金入れなきゃいけないのか。それじゃかわいそうだな。じゃ寄付するしかないわけ。ギルドメンバーになってないのこいつ。ああ、そうなんだ。新規メンバー。あ、ギルドメンバーに俺しなきゃいけないんだ。わかった。なんと、ギルドメンバーにしなきゃいけないんだって。プリちゃんを。じゃあ、狛犬ちゃんも。ズナプリちゃんも。はい。これでみんなギルドメンバー。加入申請。あるわけない。
いろいろとね、説明が足りないと思うんだよね。別に文句言ってるのかな。こんなのやってみて、全部無料のゲームだから、やってみりゃ別にいいんだけど。ギルド。補給所。これを使いたいわけだけど、貢献度を上げるには、金入れるしかねえんだ。お金ないのに、こいつは。20万、21万しかないのは、2万、2万5千。2万5千。1、やっぱ1足しとくから。寄付。はい。で、貢献度のなんか数字が出るの？あ、14。はい。で、補給して買えるかな？あ、変えた。変えるってか、もらうんでしょ？貢献度を4。あ、そうか。貢献度が今、14だから、ちょっと待って。あ、やっとわかった。14ポイントあるから、それで、補給所で、あ、3つ変えるんだ。OK。1個余っちゃったね。じゃあ、あとちょっと貢献すればもらえるわけか。OK。寄付。お金がないからな。8000でどうだ。8000で。6、OK。これで必要な部分全部。ああ、なるほどね。わかったよ。あとは強化するだけだ。この後強化用のやつさ、あそこで、カンパーニャの宝の地図でやったら、あれ？あ、俺まだ何個持ってんじゃん。あ、こんなに持ってたのか。じゃあ、さっき横取りされちゃったんだよね。それでショックだ。あ、これさ、エピックが出ちゃってさ、エピックすごすぎだろ、みたいな。な感じでしたね。強化用の石が、これか。武器強化。防具は関係ないから。これいらない。売るしかないな。で、これが、エピックもだから、使わないから、俺は。うん。のと上級の人が使えばいいか。これで、レア。強化石3つ。これでね、強化できんじゃないかな。もうこいつの進化、レア、緑のマジックっていうレベルから、レア2を進化させてあって、あとは、おじさんにお金は、お金、あれ？おじさんいないかな？あ、いた。強化おじさんのところで、強化します。そうすると、成功確率が 82% だから、これを、追加します。え？あれ？俺追加しようとしたのに。うまくいっちゃった。あらあら。じゃあもう一回。これがかかるね、これ。進化の時にはこっちがかかるんじゃないかな。灰色とかこれとか、装備をバラすと手に入るやつが大事なんで、取っといて、こういう時に使います。こっちは G だ、G 長押しだ。77% になったから。今のやつを、一つ出すと、20% 追加になる。そうすると77が90になるかな。登録。77パータス20で 97% になってるから、そこで8350のお金と202のこれ使って強化する。
そうするとこれ拾ったプリちゃんの武器はまあまあ良くなったよと。でまたさっきのギルドのところで頼めばマスターが補給をしてくれるので、これか。それでまた4つもらってやればもう1個強くなるみたいな。もともとこの武器は194だったのに今539だから、何2倍以上で、ね、3倍までいった、 2.5 倍を超えるんで、やっぱね、うん、すると何も買わなくて済むからいいかなみたいな。お店でも買えるんだけど、取引所で買えない。まずこれボロいレベル、うちのキャラみたいに下超下っ端の人のものはあんまないんだよね。使ってるお金の額が違うから。ちょっと待って、あーはーはー、ヘストか、ヘスト2個、いやいらんな。お金もらえんのか、これ死んだ時悩むな。いい、これで購入とかやると、あーこれ安いだけど、これ俺のやつにもずっとボロいから、あーでも神聖なレベルが1増加だから悪くないのかも。あー違う、すごいいいじゃんレベル18の全然まだレベル10だから、あこれなら安い。あちょうどほら同じくらい、今作ってんのと同じだから、これ5000円で売ってるんでしょ。だったら自分でやって強化した方が絶対に得だと俺は思う。いやまあ時間が変えるからそれはそれでいいんだけど、だいたい俺5000円ないんじゃないかな、このこいつ1万しかないよ。まあ、5000はあるけど。青い通貨は大事なんで。ろくに稼げないから、まだ。ということで、進化した後の強化には、なんと、ファティオンの火のなんとかってあるんで、それはギルドで、ギルド補給所で、買えます。4つしか、マスターの方が用意しなかったんで、行ってくれればまた4つ用意しますから、そしたら買ってくださいと、そういうことだね。